皆さん、いじめを見てるだけの傍観者はいじめてる側に入るんですよ。言い忘れてましたが、アンケート調査の結果では、いじめ被害の経験者は 90% 近くもいるらしいんですよ。つまり、いじめを減らすことは自分や大切な人を守ることにもつながるんですよ。ただ、お前らの言う通り、助けてもメリットないからね。見てるだけは無言の OK サインになって、いじめを加速するっていう報告もあるんですけど、まあ自分を守るためなら仕方ないですよね。っていうか、どうせいじめてる側と言われるなら、いじめた方が得でしたよね。あ、そっか。先生一番大事な、あれ、忘れてました。通報者というポジションがあります。いじめを通報して助ける擁護者のことですね。これが一番いいですよ。教師や学校、教育委員会に匿名で通報すれば自分も巻き込まれないですし、いじめを減らすこともできますからね。それでも不安なら聞く人先生に連絡して代わりに通報してもらいましょう。いじめが減るなら喜んで力になるって言ってましたからね。じゃあ今日の授業はこれで終わります。